三種一世は、ポルトガル王国ブルゴーニ王朝の第二代国王。初代国王アフォンソ一世と最初の王妃で、サボヤハクアメデオ三世の娘マファルダデサボヤの息子。政治手腕に優れ、父の時代に行われたレコンキスタによる勢力拡大で、ポルトガルの領土が拡張したため、その支配地に、ポルトガル人やフランドル人を積極的に植民する、ことを奨励して、 ポルトガルの内政を確立したことから、植民王と称された。1185年、父の死去により後を継ぎ、コインブラの大聖堂で退官した。1189年、第3回十字軍の艦隊が本隊と合流するため、イベリア半島に寄港した際、この艦隊の支援を得て、南部のアルガルベ地方にあるシルベスアルボルを包囲、陥落させた。ところが、 1> 翌1190年に、ムワッヒド町、アミール・ヤークーブ・マンスールが北上。キリスト教勢力は、タホカワ流域まで押し返され、1191年に、シルベスを奪還されアルガルベを失っただけでなく、再北上した、マンスール軍に、セトゥーバル県のパルメラ・アルカセルド・サル・アルマダまで、占領されてしまった。やむなく、三種一世は、ムワヒド町と交わ、以後は、タホ川から、 北の土地へ入植を奨励し、ポルトガル北部やフランドルからの移民を招いて、植民と土地開発に専念した。東部のベーラにあるグアルダコビデアンも、集団移住と開拓が進められた。1191年、老いのレオン王アルフォンソ9世が、カスティーリア王アルフォンソ8世に反発すると、ナバラ王三ョ六世、アラゴン王アルフォンソ2世と共に反カスティーリア同盟に、加わった。 しかし1196年にアルフォンソ9世がローマ教皇ケレスティノス3世に破門され、翌1197年に討伐命令がポルトガルに出されるとアルフォンソ8世とアラゴン王ペドロ2世に組みしてアルフォンソ9世にカスティーリアとの講和を余儀なくさせた。また文化面でフランスの影響が見られトルバドゥールが生み出す宮廷文化が開花した。 1211年に死去、コインブラのサンタクルース修道院に埋葬された。王妃ドゥルセ・ベレンゲルでバルセロナとの間の息子アホンソ2世が、王位を継いだ。1174年、バルセロナ・ハクラモンバランゲイ4世とアラゴン女王、ペトロニーラの長女、ドゥルセと結婚、11人の子を設け、9人が成長した。マルケス、P51、P62、安倍。 P29P30 ローマックス P161P162 ゴーダ P362 金 7P48P49 ローマックス P165P166 ゴーダ P375 西川 P137 西川 P140 ありがとうございます。